のリーダーをもう30センチ35センチぐらい取ったロングリーダーのダウンショット、これで重りつけてんだけど、このワームアーム自体結構比重が高いんで、ピピピピっていう感じ、イメージとしては、魚がコンタクトしてこのところに、おい、一発目上がりたて、ほらワームワーム、どんぐりだ、ええとこ買ったね、ねえ、来るでしょ、スパーって落として、スパーって落として、上がりたてほやほや、はい、どんぐりだ、ワームワームね、ほらリーダーと同じぐらい鳴らすじゃない4号ぐらいあるか、ええね、さあ今ご覧いただいている映像はですね、約1年前、2019年の4月に、撮影した、岐阜県のね、湖で、入魚犬がちょっといる湖なんですけれど、そこで撮影したものです。さあ今回はですね、春ということで、前回のジャークベイト編でも、魚の動きっていうのを、伝えたように、魚が産卵に向けて浅いフラットと呼ばれる地形変化の少ない地形に対して上がってきて、そこで産卵の準備をしたり、もしくはちょっと待機したり、もしくはそこで餌を食べたりっていう、そういうコンディション下にある場所を今回は選んで釣っていきました。さあ今回なぜ僕がこのタイミングを選んでいったのか、実調的には約2時間半ぐらい、もうね今日だろう今だろうっていうタイミングで実は行ったのを覚えてるんですけれど、そもそも今回行った湖、皆さんがよく行かれるフィールドの中にもよくあると思うんですけど、比較的クリアウォーターな湖だったんですね。でクリアウォーターの場所というのは、魚この時期産卵で横移動をしたいんだけど、やっぱり日差しが強い日だとどうしても自分の姿をね、鳥などの外敵にこう見られたりだとか、人間と鉢合ってしまったりだとかっていう、こう魚にとってすごくリスクがあるんですね。で今回は、大潮と呼ばれる、潮回り的なタイミングもあったんですけれども、そうではなくて天気です。今回は天気、この日はですね、朝からあったかい雨がしとしと降るような、気温が高い状態の雨が朝から降る予報で、そのすなわちクリアウォーター下で雨が降るということは、魚が普段よりも光量が、光が落ちるから横に移動しやすい条件下に、あったんですね。もしくは場合によってはね、どっかからこう濁りが、雨の後で濁りが入ってきて、濁りが充満するとその濁りをたどってバスが浅い方に上がっていくっていう、そういった現象をね、起きたり、バスはそういった条件を利用して自分の行きたいところに行く、その方がね、魚にとってもリスクの少ない移動となるわけなんですね。で今回はそういったローライトのタイミングに、その上がってくる、今刺してくるバスを狙い撃ちしてきました。この岬の先端に上がってくる魚が
おお、怖い。よっしゃー、わらわむわむ、おぶね取れた、危なかったね。ほら朝のボイル、ここね、ちょうどインレットのこの横でこう地形が、まあ、僕今長靴履いてるから沖まで来ちゃったけど、浅いんだよね、ここだけ沖が。で、その浅い岬上に張り出したところの沖にワーマーロングイーターダウンショットを、まあ、岬の地形変化に引っ掛けながら、うわぁ腹ポンポンこいつも上がりたてっしょやばいね、ワンワン来とるわ。風釣りエンジョイもできるしね、こうやってあの時期に合わせてね、使う使い方するとこうやってから。さあ今回使用したルアーですね、これ結構大事なんですけど、こちら、ワムワムジャッカルが誇るこの赤パッケージの中にあるワムワムの 48mm、これを、使用して今回は攻略しました。でワムワム自体、小粒でね、塩がぎっしり詰まってるから釣り人の技量を問わずに、誰でもね脳震撼の状態で重りをつけない状態でもしっかりこう誰でも飛ばせるっていう、そしてゆっくり落として、ズル引いたりアクションさせたりして食わしていくっていう、メリットのあるワームなんですけれど、今回はこの小粒で高比重塩がぎっしり詰まったワムワムをダウンショットで使用しました。で冬の間に使っているような深場をジク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 って誘ってスローに誘う、そういったダウンショットではなくて、今回は春の場所で使ったダウンショットというのは、さっきも言ったようにフラットに向かって上がってくる、上がってくるところに何か沈み物があったりする、まあ、そういった場所をダウンショットで比較的こう移動距離を抑えながら一点で誘うようなイメージでダウンショットを用いました。でその沈み物なんだけど、例えばゴロ大石だったりだとか、切り株状のちょっとスタンプと呼ばれる切り株状のものが下に沈んでたりだとか、まあ、あとはオダと呼ばれる木の枝がこうね、たくさんこう積み重なって沈んでるもの、まあ、そういった移動してきたバスがまずそこで着いたり、そこで準備をしたり待機をしたり、そこで餌を食ったりっていう、まあ、そういうね、ルート上にある上がってくるルート上にある変化っていうのをダウンショットで今回ワムワムのダウンショットを使って狙っていきました。じゃあなぜこのワムワムをダウンショットで使うのか、さっきも言ったようにこれ単体でも飛距離は十分伸びます。でダウンショットのシンカーとセットにするとより飛距離を出せるんですね。飛距離を出した先でもじっくり誘える、そして人間がピピッとアクションしてふわ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 ピピッアクションさせてふわ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 っていう、そういった自分の狙っている沈み物に対してゆっくりこう落としていくこの動きっていうのを、飛距離を出した先でも再現したかったので今回はワムワムをセットしたんですけれども、一つ肝があります。その肝は針と重り、いわゆるリーダーの長さを40センチから45センチという、比較的そのロングリーダーと呼ばれる長いリーダーを取って、このね落とし代をしっかり作ってあげるっていうのをイメージして、今回は使いました。なんで普段はね15センチとか20センチ、それぐらいのリーダーの長さのダウンショットをよく使うんですけれど、今回この時期に関しては小粒なワムワムを飛距離を出した先でふわ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 って沈み物の周辺で釣っていく、まあ、こういう釣りをしたくて今回はあえて長さを持たせたダウンショットであえてワムワムを使用したっていう、今回はそういう感じでした。まだいける、
ボイルして、そのしてたやつが、よっしゃ、いくよ、うわー、きた、こいつがギリ食ってた、やばい、50刺していきたいでしょ。これシャローの浅いトワさんのところにこうやってね、水温のちょっと上昇とともに上がってくるんすわ。やばい、めっちゃ引いた、やべえ、ほらやばいよ、ワムワム、くっさー、ふて、重い、さあ、でっかいのを釣れたわけなんですけど、たまたまね、その上がってきたメスがその周辺でブルーギルを追い回してて、食ってたんですね。そのタイミングに出くわして最後の魚、一番でっかい魚はサイトでね、釣ることができました。まあ、このように、沈み門の攻略で、釣っていくこともできれば、近距離にいるミエバスに対してサイトで狙うようなアプローチも、有効なことが分かったと思います。まあ、このようにルアーもちろん大事、リグもちろん大事、今回のように自分なりに狙いがあってロングリーダーで、狙っていったっていう、まあこういったところもすごく大事なんだけど、まず、魚の動きですね。僕が毎回言うように魚の動き、なぜそのタイミングにそこに行くのか、自分が行くのか、そこを狙うのかっていう、自分なりのこのこう予測を持って釣りをするとですね、すっごい面白くて、今回はまあ、狙い通りに行ったと。狙い通りに行かない時ももちろんあるんですけど、今回は狙い通りに行きましたって言ったように、まあ魚の動きとか魚がいち早く本来自分の行きたいところに行けるような条件っていうのはいつなんだろうっていうのを、自分なりに考えて、そして自分なりのアプローチで今回は釣っていきました。さあ、このワムワムですね、また時期がね進んでくれば、これをまた脳進化で使う時も、来るでしょうし、最近ではスモラバに引っ掛けてね、つけてカバーを攻略したりする時のトレーラーとして使うようなこともできるんで、僕の中ではですね、この赤パケの中でも非常に便利や、それがワンワンでした。ぜひね、魚の動きを読む上で、どういった動きをするのか、その動きをしやすい条件ってじゃあいつなのか、そこにいるバスに対してどういうところについて、そこを狙うにあたってどういったものがベストなのかっていうのを自分なりにこう構築してね、考えながら釣っていくとすっごい面白い、釣り、まあ、それがバスフィッシングの、一つ醍醐味かなと思うんで、ぜひ参考にしてみてください。